二芯焼きそばを複水熱と電子レンジを使って簡単に作る方法を説明します。まず焼きそばを丼に入れて、水 100cc を入れて蓋をします。それ電子レンジに入れて、900ワットで大体3分。3分加熱します。加熱し終わりましたら、2分放置しておきます。ここで複水熱を利用します。取り出して、あとはソースと絡めるだけです。今回、 3分、2分の設定でちょっと硬かったですので、水の量をもうちょっと増やして、レンジの加熱時間、それを4分ぐらいにするといいんじゃないかなと思いました。